圧倒的に有利です。よろしいですか？そうすればいいんですね。わかった。これでどうだ！努力は結果、努力は努力、努力は結果になります。炎症完了です。よろしいですか？努力は結努力は次はどう出ますか？よろし炎症完了。いつでも行けるぜ。わかった。努力は結努力努力は結果になります。手が空いたぜ。わかった。努力は結努力は結果になり炎症完了です。よろしいですか？次はどう出ますか？よろしい。炎症完了。いつでも行けるぜ。わかった。手が空いたぜ。わかった。炎症完了です。次はどう出ますか？よろしいですか？これでだ。よし。次はどう出ますか？よろしいですか？勝てたようですね。ルインチャイルドだ。だけどそれにしては俺たちに近い年だぜ。ルインチャイルドは10歳前後が最高年齢だって聞いたけどな。この装置についての僕なりの見解だけど、体の体積がポイントなんだと思う。この子は年の割に痩せていて小柄な体型だ。だから冬眠が可能だったんだろう。それでどうやって目覚めさせるんですか？ああ、ちょっと待ってくれ。今までの経験からすると、ここを、おお、ここにも投影装置が。それはいいから。彼女の様子はどうなんだ？ああ、大丈夫。覚醒処理は進行中だ。これを見る限り1、2時間ほどで終わる。それじゃ、それまでのんびり待つと。なんだ今のは。あれは、天使がこの塔を。博士、この子を早く出さないと。しかしまだ覚醒処理は。早くしないと障壁が破られそうだよ。死ぬよりマシだ。急いで脱出しましょう。リターンの魔法を使うよ。みんな動かないで。
一発でしたね。ダメだ、この人も死んでる。ひどいよ、どうして天使は僕らを、人間を攻撃するの。あの村の人だって噂でしか聞いたことなかったけど、あれが天使か。確かにひどい。彼の目的は何なんだろう。それさえ分かれば被害を食い止める方法だってあるだろうに。みんなここまで一緒に頑張ってきたのに。おい、この子、目を覚ませ。そんなバカな。はい、大丈夫です。お話し中すまないけど、ちょっと話を聞かせてもらえるかな。あの、あなた方は？デュルクハイム軍のものだ。デュルクハイムって？君が知らないのも無理はないよ。なんたって2000年も眠っていたんだからね。2000年、思い出さないかい。君にとってはまだ昨日のことのはずだ。思い出せない。どうして私は眠っていたの？それじゃあ質問を変えよう。どうして君は彼を知っていたんだい？それは彼が、私、どうして？博士、多分覚醒処理をちゃんとしなかったことによる後遺症だろう。あとは自然と思い出すのを待つしかない。なあ、本当に何も覚えてないのか。自分の名前はどうだ？名前？はい、覚えています。私はフレーネと言います。よかったね、自分の名前を忘れてなくて。ありがとうございます。それより、ここは一体何があったんですか？それは天使が、あいつが攻撃してみんな壊してしまった。天使？俺たちがそう呼んでいるだけだけどな。背中に翼があって空を飛んでて、なぜか知らないが人間を殺しまくってる。外見は天使でも人殺しを楽しむなんて、やってることはまるで悪魔だね。天使、悪魔。どうしたの？大丈夫？フレーネさん、本当にそうなのでしょうか？どうしたんだい？本当に天使は人間を殺したいのでしょうか？楽しんで人を殺しているのでしょうか？何を言ってるの？あいつはみんなを、団長の奥さんまで、何の罪もない人をいっぱい殺したんだよ。たとえ楽しんでいないとしても、何の予告もなしにいきなり人の命を奪うなんて、そんなの絶対に許されないじゃないか。おいレムス、どうしたんだいきなり。そりゃお前の言いたいこともわかる。だけど彼女を責めたってしょうがないじゃないか。すみません、ちょっと。あいつ目の前で仲間を殺されて気が立ってたんだ。分かってやってくれ。はい。それにしても天使って一体何なんだろうね。この遺跡は2000年前に作られたもので、これを作った人たちは天使によって滅ぼされた。
しかしこれよりずっと以前、人類が石器を使っていた頃の遺跡にも天使の痕跡があったんだ。天使の痕跡？ああ、洞窟に壁画が残っていたんだよ。少なくとも1万年は昔の壁画だ。だけど壁画からは天使の正体とかは分からなくてね。あなたほどのルインチャイルドなら記憶もちゃんと残っているだろうから、天使の秘密が分かると思ったんだけど。すみません、何も覚えていません。ただ漠然と天使の存在だけは覚えているんですが。気にする必要はないですよ。自然と思い出すのを待ちましょう。それより犠牲になった人たちの埋葬を手伝ってもらえませんか？さて、そろそろ基地に帰ろうか。ここのことを報告しなければならないからね。そうですね。それにもともと俺たちの任務は博士を基地に連れ帰ることですから。彼女はどうしますか？うん、とりあえず基地に来てもらうことになるだろうね。私と部署は違うけど、ルインチャイルドを調べるチームがあるから、そちらの施設に引き渡すことになると思う。心配しなくていいぜ。ルインチャイルドは特別な存在だから、不自由な思いは絶対にさせない。けど急ぐ俺たちに彼女を付き合わせちゃ悪いよな。まだ目覚めたばかりで本調子じゃないだろうし。よし、俺が彼女に合わせて戻るよ。お、任せとけ。バレリー、気にするな。困った時はお互い様だ。ありがとうございます。それじゃあ早速基地へ向かおうか。フレーネさんはバレリー君と。嫌です。え？知らない人ばかりのところになんて行きたくありません。彼と一緒ならば我慢しようと思いましたけど、彼と離れてなんて。とは言ってもこっちにも事情があるんだ。分かってくれ。どの道ルインチャイルドは軍で調べられるから、基地で離れ離れだ。だったら私一人でも。まいったな。どうするリーダー。言っておくが、もし君に記憶があったとしても、ここは君の生まれた時代じゃないんだ。俺やリーダーも君と同じく遺跡から目覚めたんだ。悪いようにはしない。俺たちを信じてくれ。はい、ありがとう。それじゃ彼女を頼みます。お、任せとけ。私の判断に任せますか？僕だってやれるんだ。次はどう出ますか？よろしいですか？次はどう出ますか？よろしいですか？これでどうだ！終わりましたね。
自の判断に任せ。これでどうだ。次はどう出ますか。よろしいですか。次はどう出ますか。よろしいですか。次はどう出ますか。よろしいですか。勝てたようですね。着きましたね。それじゃ準将へ報告に行くとしますか。研究所とはいえ同じ基地内だし、次に会ったら遺跡についていろいろ教えてあげるよ。それじゃ今日のところは失礼。きっと報告が終わったら遺跡で拾ってきたものを研究するんでしょうね。研究のこと以外頭になさそうですから。ですよね。とりあえずこれで任務完了ですね。僕たちも少佐に報告に行きますか。少佐、任務の報告ですが。それならば必要ない。その件で准将に呼び出されたのだ。はあ。ルーミス博士から報告があったらしくてな。それでお前たちに伝えることがある。何でしょうか。あの遺跡で見たものは絶対に口外してはいけないそうだ。たとえ私にでもな。ともかくご苦労。明日からは通常勤務に戻るように。はっ。それじゃあ僕は部屋に戻ります。お疲れ様。お疲れ様でした。私たちが見たことには何か重要機密があるようですね。一体どれが機密なのでしょうか。そうでしょうか。あれほどの建造物を隠し通すことは不可能に思えますが。
なるほど。イグレジアスとの戦闘はリオスロック砦を落とすだけの段階に入っています。そこでそちらの兵を復員させずにバルカニア方面へと移動させ、作戦は分かったが本当に勝てると思うのか。はい、私に任せていただければ確実に。何かご不満な点でも。ここだけの話だが、実はバルカニアから不可侵協定を結ぼうという話が来ている。不可侵協定ですか。イグレジアスとの戦争でかなり金が動いた。私と付き合いの濃い連中は軍需ということでうまく儲けたが、貿易関係の連中が不満を漏らしているのは知っての通り。はい、ここらで連中にも甘い汁を吸わせておかんと私への風当たりが強くなるんでな。それに戦争が長引けば国民感情も沿線に向かうこと必至だ。そんなことも読めぬ少々だとは思えぬが、つまりはそういうわけだ。残念だがこの作戦書は無駄になるな。では改めて挨拶させてもらうよ。本日付でこの部隊に赴任することになったルーミス・リヒトマンです。階級は少佐に昇進しました。これはこの基地の総責任者であるルードヴィヒス様が魔石実用化の功績を認められ少将に昇進なさったためです。そこで明日にはこのホールを会場に少将の昇進パーティーが行われることとなりました。本日はその準備に当てることになりましたので訓練などは中止となります。皆さんは朝に配布した配役表に従って行動してください。今日の作業がない兵は邪魔さえしなければ自由にしてもらって結構。では各自作業に取り掛かってください。僕たちは今日の作業はありませんよ。俺たちは明日来賓の警護だからな。おっと、リーダーはルーミス博士じゃなかった、ルーミス少佐の護衛だったな。午後だけでいいってのは羨ましいぜ。リーダーの特権ですね。それじゃ僕も今日は自由に過ごさせてもらいます。さて俺はどこに行くかな。これからどうしますか。